はい、どうもパテパス協会でございます。というわけで今日も仕事終わりました。本日は少々働きました。というわけでね、お酒も飲んでもいいと思いますので、お酒を飲みたいと思います。今日はね、ちょっと昼間に昼飯作るときにね、ついでに作ってたものがあるんで、それを食べたい。まあ今日も明日、あこれじゃないのだ、これ空っぽのやつや、これじゃないのだ。まあね、ここにもあるし、これでいいか。よし、カノカ。なんやかんや、イーチコイルカノカの方が俺合うと思うんだよな、俺のレモンサワーな。気のせいかもしれんけど、まあイーチコイルに変わってたって気づかないと思うけどね、俺の舌ではね。ちょこ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 、あ、これタバコね、うん、これ混ぜて、エコキュートのね、修理を見積もり、まあこれね、今急に言うたってわからない人多いと思うけど、うちのあの給湯器はね、バカで、ガスに変えようかと思ったんだけど、ちょっと今年は家建てたいと思ってるんで、新しく変えるのはもったいないと、どうせ引っ越しちゃうんで、だから修理でね、安くでいけんだったら、修理しようかなみたいな。一応、ダイキンの、修理センターと、一応その民間のサービス、両方ね、民間のサービスというか、そこのね、あの他の 全機種やってますみたいなところと2つ問い合わせました、どうなることやら。はい、もうちょっと粘ってもらうんだよ、もう最近脇上げしてくれないんでね。はい、というわけでね、乾杯。本日はこれです。ちょっと飛んでんな。これは鶏ハムです。鶏むね肉のハムと、これは鶏むね肉のハムをこれつけたやつ、つけだれに塩もみして、水気を全部キューってしたナスをそこのタレにつけて、ちょっともみもみして、そこに吸わせたやつにあの鰹節かけてます。はい、というわけでいただきます。これが美味しいんですよ。これがとっても美味しい。まあこれの漬けだれは、俺は最近はポン酢、シャンタンデラックス少々で、液中華、そしてニンニク生姜、ニンニクと生姜と、何入れたっけ、ポン酢、シャンタンデラックス、液中華、ニンニク、生姜、唐辛子、鷹の爪ね。で、それを入れた分と同量の水を入れて、あの鶏もも肉を両面10分ずつ煮込んでます。で、それを、タッパに入れて半日ほどつけてます。まあ1日ぐらいつけてもいいですよ。もう半身ありますんで。いただきます。もう半身や。言い間違いだな。食べるの、キャンセル。もう1枚ありますね、もも肉ね。もう1枚準備してます。大体2枚やります、いつも。というわけで、もも肉じゃ、胸肉ね。いただきます。シャンタンデラックスにすることによってね、ポン酢だけの時よりね、ちょっとね、脂っこさが出てね、鶏チャーシューの味なんですよ。簡単20分ですよ。10分両面煮るだけ、蓋をして中火から弱火で、そのタイミングにつけたナス、天才。ナス一瞬で漬物になるよな。塩で揉んで水分飛ばして、それだけでいいもん、俺はそれに白だし入れたりするけどね、そのまま食べるときは。あとからしと醤油かけて、からしか生姜か、醤油はかけへんな。
バッチリ味付けです。今日ね、あの前言ってたバーバーイーツ、注文もしてないのに野菜とか果物を届けてくれる近所のおばあちゃんがいるんですけど、うちの近所ウーバーイーツは来ませんからね、バーバーイーツがたまに気まぐれで物をくれるんですけど、そのおばあちゃんが久々に来ててさ、喋ってて、あのなんでその話になってんの、あ、すいません、うちのねおばさん、うちのおとんの弟の嫁さんね、おいかしたおばさんね、おばさんがね、2ヶ月ほど前にこけて足の半月板が割れたんですよ。ね、まあ、そのおばちゃんはもう70近いですよ。いやもうこれぐらいになっていくと足怪我すると大変よなっていう話言ってて、もうねおばあちゃんぐらいになるとね、おばあちゃんになるぐらいになるとね、こけて手をついても手が役目を果たさないんやって。あこけるんでこうやって言ってても手に力がないからこうなって顔をぶつけるらしいのよね。こけてしもたらね、もしくは手が折れるって言うたらマジかよって言って、そのばあちゃん80代半ばなんですけど、マジか言ってどうすんねんって、もう背中から受け身取らなあかんやでそんなんできるかいさ言うて、もうこけたら終わりや言うとったよな。んで、まあ、気ぃつけとかなあかんや言うて、で急にな、急にっていうか多分手つけへんっていうとこから多分そのばあちゃんが思ってんけど、あんた言うて腕立て伏せするか言われて、腕立て伏せなんかせえへんって俺も運動してないでいいっけ、うちな腕立て伏せ一回もでけへんねんって言って一回もでけへんの言ってだからもう手つけへんぐらいだそれは腕立て伏せもでけへんかもしれないな、いう話で、だからな腕立て伏せ一回もできへんから朝目覚めて起きられへんじゃんどういうこと言って、起きてさあの腹筋効かへんからさ、おばあちゃんこうむくっとこう起きひんやん、それやっぱちょっとこうやって起きようとするんやけど、この手に力が入らへんから手に力が起き上がれへんやで、こう寝ててこう起き上がれへん、こうなんやけどこう手の支えでも起きられへんから、こう向いていってこう何かを持って起きるらしいよね何かを持って起きんやってマジかよっつってそんなにも体支えられへんのって、あかんにゃいて朝起きられへんにゃいて、もう朝もしもう朝起き上げられへんと、起き上がれへんと、普段じゃあ普段家とか今とかでゴロゴロできへんやりで、もうずっとソファーにおるみたいなもう地面に座ってもなんかつかまらんなんから、もうポロって立てるソファーにいるか、なんか机とか椅子の近くで転がるみたいななんかこう支えこうよじ登らなあかんらしいね。年取るってすごいよな、なんでこんな生かされなあかんねん言うてたちょちょ、ね、いや生きてたらええやん言うてて、で最近さひ孫も生まれたしさ2年前にね、ほんでもうそこのところ女系家族でさ、娘おばあちゃんも娘2人やったかな、男いひんのよ、んで今養子もらわって、でそこの、 あのそのおばあちゃんの娘も子供女の子2人だけだね、で自分とこのね田舎やからさ代が途絶えると、名前が途絶える途絶えるよって言うててさ、
孫の長女もね、最近結婚したの。最近、何年か前、3年前結婚して、今子供2歳やんけど、その子は養子を取らへんが、まあ、養子を取らへんがって養子、相手養子じゃなくてね、嫁いだわけですよ。その途端、男が生まれたのよ。呪いでもあんちゃうか、言うて。そのおばあちゃんちのところにね。もうそこ行った時点でも女しか生まれへん設定になってんちゃう、言うて。そうかもしれんな、言うて、嫁いで、もうよそ行った途端、男が生まれたわ、言うとってな。だけど、次のな、2番目の子も最近結婚して、その子は、養子をもらったんですよ、見事に。ね、まあ、その子は次になんか子供が妊娠してるとか、子供に妊娠してるとかじゃないんやけど、長生きしとるからな、孫のな、子供前見えとるわ、ひ孫前見えとるやんか、言うて。年食うてな、ほらもうなんか寝たきりとかなって頭はっきりしてな、おんやってもなんでこんな生きたと思うけど、まだ歩けとんやから、起き上がる腕立て伏せゼロ回かもしれんけどね、まあ言えやんかと、ひ孫な、両方と孫のひ孫、孫の子供ね、全部見る、なかなかそんなこともないよ、これから今なら高齢化していくからね、出産も。俺なんかも今更作った 100% 孫なんか見れへんしさ、孫ぐらい見れるかもしれんけど、ひ孫なんか 100% 無理やん。甥っ子とかの子供を見れるかもしれん、見ることはできません。甥っ子らの子供の子供は見れへんもんな、多分な、そう考えたらね、幸せやんて。うちは21歳で結婚して23、22歳で子供産んでって言ったら、早いなぁ言うて、もうそんな時代やったし見れんやなぁ言うて、ええ人生やがなぁ言うて、4世代ほんまにねえ。だけどもその年になって死ぬもこれはもう怖ないやろ、何にも怖ないわ言って、何にも怖ないって言って、痛い思いだけしたないって言ってた。何にも怖ない、もういつ死んでもいいけど、痛い思いと、ほうけたくないって言ってた。迷惑かかるがなぁ、言って。別に、大丈夫やろ。そんな人とコテッと行くんかな、わからんけどな。どうなんやろね。まあ、そんなこんなで喋ってるうちに、まあまあ時間経ったんでね。まあ、今日おばあちゃん話でしたわ。乾杯。まあ私はもうこの後、もう何時？まだ8時前か。ゲームしたら1日終わるしな、もうすぐな。ちょっともうちょっとまったりしてからゲームしようかな。ゲームはしたいんだけどね。ニーアレプリカントのリメイクと、バイオハザード8、北米版の予約が今日したんですよ。バイオハザードに関しては多分プレステ4版出んのかな、わからんけど、まあ、とりあえず俺はプレステ5版も予約しました。5月の5日か6日か10日かそこら辺ぐらいでしょ。ニーアレプリカンとか20何日なんですよ。そんな今の俺が10日ほどでクリアできるほどの体力あるから、2、3週せないといけないらしいんですけどね。まあその辺の間は休みの日はもう女の子とちょめちょめすることもなく、ゲーム三昧になりますか。いつになったらプレステ5買えるんだろうね。僕も今転売屋もね、6万5千ぐらいになってきましたよ。プラス1万円ぐらいになってきたね。いよいよ出回り出しましたね。まだ買えてないけど、野島オンラインだけとりあえず今日俺は抽選予約、抽選のね、予約券のやつね、登録しておきました。というわけで、私はこの後ちょっとこの動画だけ、もうこんな動画編集もノーカットやからな、そのままもうパッとやるだけやけど、3分で編集終わりますからね、こんなもんね。これとはもうエンコードの時間がかかりますけど、まあこれやってから、これ投稿してからゲームしたいと思います。というわけで、パテマス協会でございました。ほな、明日一日頑張って。